外，寒山寺，夜半钟声到客船。私はこの詩の意味が大好きです。どうして昔の人は秋を寂しくて物悲しいと思ったのでしょうか。昔、多くの人は秋の景色を見ると寂しい気持ちになりました。しかし、私は秋の景色は春の景色よりもっと美しいと思います。秋は様々な風景を表します。この葉は天候が寒くなるとともに、いろいろな色へ変わっていきます。真っ赤、薄紅色、紫っぽい赤色、オレンジのような色、そして黄色、どの色の葉もとても鮮やかで美しいです。特に太陽の光が当たると、もっともっと美しく輝き、まるで咲いている花のようです。私は昨年、京都の嵐山に紅葉を見に行ってきました。六王院というお寺の庭には、細長く石を切って敷き詰めた道があり、私たちはそこを歩きましたが、道のそばにはたくさんの美しい落ち葉もあり、そばには竹林もあり、その風景に私はなお秋の静寂を感じました。いくつかのお寺や古林が立ち並ぶ自分のお寺は私をすごく落ち着かせました。風は遠くの山から吹いてきます。その風は木々の葉をまるでコントロールするようにさまざまな動きをさせながら舞い落ちていきます。葉は地面につくと重なり合って自然の赤い絨毯となって、その上を歩く私たちはふかふかととても心地よい気持ちになります。朝の秋の朝はまた美しいものの一つです。長く垂れ下がった草の先端に梅雨がキラッと輝くと、プリズムのようにいろいろな輝きを放ち、私たちは宝石を見るようです。その梅雨がキラッ、その梅雨がキラッと強い風に吹かれ、葉の上を転がり光るとき、それはまた星を見ているようにも感じます。秋空を見上げると高く、なぜか雲は低く、山々は高く見えますね。雲はキレキレになって空に浮かび、私は子供の頃食べた綿あめを想像して、すごく難しい気持ちになります。この季節、中国では高梁のほかたれ、それは人間が天気になるような姿を想像させるんです。柿は赤く熟し、その重みで枝はポキポキ折れます。落花生とジャガイモの葉は霜が降りると黄色く変色し落ちていきます。それは私が見た嵐山の美しい紅葉と同じように、私の田舎ではこれも秋の風物なのですが、決して美しいものではありません。しかし、この大地に実るジャガイモや落花生の実こそが、見た目には美しくはありませんが、意味があり、人間には大切なこと、また違う秋の感動なのです。ある人は落ち葉を拾って手のひらに乗せ、眺めながら涙を流しますね。しかし、その一見悲しい自然の通りも、落ち葉はその土地の養分となって、土壌のためには有益であるという大切な役割も担っているのです。その落ち葉の運命は、まるで私たち人間の人生であると思います。モミジの真っ赤に染まった時期は、私たちの青春時代であると思います。
輝き、素晴らしい時期だけれど、本当に短い期間です。昔の人は、少年を安く、学なりなかし、一寸の恋、軽くで変わらず、と言いました。ちょっと意味がずれるかもしれませんが、秋の美しさを感じ、短い青春を大事にし、昔の人のように、人生の秋には後悔しないように、今を一生懸命生きたいと思います。ありがとうございました。